山陽インターチェンジは、岡山県赤岩下地川の山陽自動車道上にあるインターチェンジ。岡山市瀬戸地域、最大寺地域の最寄りインターチェンジである。なお、本校では、山陽インターチェンジ周辺に発着するバス停留所群についても記す。山陽インターチェンジ周辺発着バス路線とは、岡山県赤岩下地川の山陽自動車道山陽インターチェンジ周辺に、 発着するバス停留所群の総称。ここでは北東から順に説明する。船巡るバス停、船回りバス停は岡山県赤岩市立川の山陽インターチェンジ、南東側の岡山県道37号最大寺山陽線上にある宇野自動車、赤岩市民、乗り合いタクシーの路線バス、乗り合いタクシー用バス停留所。宇野バスは船、巡る、赤岩市民、 乗り合いタクシーは、船回りと案内する。乗り入れるバスタクシー会社山陽インターバス停は、赤岩市山陽城下センターを挟んで2カ所ある。いずれも名称は、山陽インターであるが、高速道路の施設ではない。中国 JR バス、岡山県赤岩市立川の山陽インターチェンジ、南東側の赤岩市山陽城下センター北東側に、ある。 中国 JR バスの高速バス用バス停留所。屋根付のバス停留所で高速バス利用者専用駐車場、自転車、バイク置き場がある。なお、赤岩市山陽城下センターを挟んで南西約250メートルに両村内ホールディングスの高速バス、観光バスツアーバスが発着する同一名称の山陽インターバス停があるため注意が必要。 両村内バスの山陽インターバス停と区別するため、当バス停を山陽インターバス停と案内する。バス停へのアクセス両村内ホールディングス、岡山県赤岩市立川の山陽インターチェンジ、南西側の赤岩市山陽城下センター南西側に、ある、両村内ホールディングスの高速バスツアーバス用、バス停留所。同社の岡山インターバス停と、同じく冷暖房完備の待合室がある。 バスは待合室前に停車するために利用客は待合室内でバスを待つようになっている。待合室内には飲料自動販売機、トイレがあり待合室に隣接して高速バスツアーバス利用者、送迎車用駐車場まで無料で利用は事前予約が必要。ただし送迎車の一時駐車は予約不要、自転車、バイク置き場がある。なお、 赤岩市山陽浄化センターを挟んで北東約250メートルに中国 JR バスの高速バスが発着する同一名称の山陽インターバス停があるため注意が必要。中国 JR バスの山陽インターバス停と区別するため東バス停を山陽インターバス停と案内するバス停へのアクセス。ありがとうございます。